はいどうもこんばんは、スルキでございます。今回は久々に iPhone アプリなのかな、スマホアプリのご紹介でございます。こちら勇者のくせに小生意気だ、ダッシュということでございまして、こちらのシリーズ皆さんご存知でしょうか。はい、もともとですね、こちらの PSP 覚えてる方いますかね、これPSP ね、はい、PSP、PSP の方で、一番最初に、出た勇者のくせに生意気だっていうねゲームがあったわけなんですけども、これがもうめちゃくちゃなんつうんだろうな、面白い、ゲーム性もかなり斬新だったんですよね。そう、ゲーム性が面白いのもプラス、これね、出てくるキャラクターの個性感がね、もうものすごい面白いんですよ。で、それの、今回、iPhone 版ということで、勇者のくせに小生意気だダッシュというのが出ましたんで、こちらをちょっとプレイしていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。あ、これこの曲、今までのね、勇者のくせに生意気だ、確かね 3つ出てるんですよね、シリーズ、今回だから4作目となりますが、オープニングの曲ずっとこれです。はい、ということでございまして、これがまあ、ホーム画面になってくるんですけども、一番上にいるこいつが魔王です。で、まあ、全体的なゲームの、流れとしては、魔王が僕たちプレイヤーのことを破壊神って呼びます。で、破壊神がブロックを壊してモンスターを生み出して勇者を撃退するっていうゲームです。今回スマホアプリになって、どう変わったかっていうと、掘るという部分が、パズルゲーム、もっとパズルゲームになりました。今までもまあパズルみたいな感じではあったんですけども、ちょっとね、なんだろうな、普通のパズルではなかったような感じだったんですが、今回から、まあ、まともなパズルって言うと変だけど、パズル系になりました。ちょっと一回ね、やってみましょう。ちょっと簡単なとこ行きますね。で、まあよくある、ステージ選択型の感じになってます。はい、今これ、出現する勇者っていうところから、3名の勇者が攻めてきますんで、それを下のパーティー1って書いてあるこの5匹のモンスターで撃退していくということになります。で、どのようにやるのかっていうのはちょっと中行って見てみましょうか。これこのね、魔王とかね、魔王の娘が出てくるんですけどもね、そのキャラクターのね、この喋りがめちゃくちゃ面白い。で、結構いろんなパロディが入ってくるんで、そういうところも見てもらうと面白いかもしれません。勇者もパロディしてきますんでね。で、行ってみましょう。ブロックが出てきます。で、このブロックを3つつなげると消えて1つ進化します。で、進化するというか、まあ、消した時点で、例えばこのなんかシャーマンみたいな、なんか赤いやつね、赤いやつを消すと上の方にね、出てきます。で、こういう風にしてモンスターを召喚していって、この勇者たちを撃退していくというのがゲームの大筋になりますね。さあ行きましょう。じゃあちょっと本気出していきましょうか。間違えたぞ。これがね、なかなかね、慣れないというかね、難しいんですよね。こうだね。あー、これダメか。こっちか。こうだね。はい、どう。こうかな。こう。よいしょ。で、こう。はい。この金ピカの竜がね、今んところ一番僕の中で強いやつです。じゃあ、こいつさえ召喚しちゃえばね、大抵倒せます。3人目の勇者、これ3人目の勇者がね、絶対強いとは限らないんですよね。出てくる順番とかじゃなくて、本当にランダムにこう強いのが出てくるので、なかなかね、これが難しいんだけども、こいつ倒した簡単なとこ選んでるね、これぐらいです。で、今上に5つのモンスターがいて、一番左のやつだけね、ちょっとゲージが溜まったような感じになってるんですけど、これそれぞれがまた必殺技みたいなのを打てますんでね。で、今途中でフィーバーっていうのになったんですけど、フィーバーになると、一旦時間が止まります。その間もパズルが解けるんで、時間が止まってる間にどんどん組んでいって、
一気にダメージを与えるっていうのがフィーバーで、勇者は一番上の右側の方ですね、上の方に勇者がいて、下にどんどん下がってきて一番下に魔王がいるんで、魔王を連れ去られたらゲームオーバー、それまでの間に勇者を倒さないといけない。はい、これがゲームの基本になっております。あ、そう、これが娘さんですよ。パパが呼び出しただけあるんだ、少しだけ褒めてあげなくもないんだ。これがね、なかなかの毒舌魔王様はもう破壊神、私どもにものすごいこう忠誠を誓ってるというかね、すごい下から来るんですよ。時々毒づいてくるんですけど娘はもう完全にねバカにしてくるんですこのやり取りもねすごい面白い。今勇者が手に入ったんですけども、勇者、ひっ捕らえていくと、まあ、このボックスってところに、モンスターとパワーアップ用の進化用とか強化用のアイテムですね。で、一番下に勇者がいるんですけども、これひっ捕らえた勇者どうするのかっていうと、仲間になるわけでもモンスターに与えるわけでもなくて、この一番下の今押したんですけど採掘っていうところがあってね、この採掘を選んで勇者を穴掘りに向かわせるんですね。いろんなねスキルを持っているので、掘りスキルっていうのを持っているんで、この掘りスキルが同じやつを固めて、掘りに出かせると、モンスターを拾ってきたりとか強化用のアイテムを拾ってきたりとか、そういったことをしてくれます。ちょっと行ってみようか。これで今一番下イビルサマナーってなってますんで、これをね選びたいんだけど、もういないかな。あ、いないね。全員イビルサマナーにできなかったんで、もうしょうがないんだけども。で、この採掘に向かった勇者は戻ってきません。まあね、いなくなっちゃうのかな、という形でどんどん、まあ、勇者も消費しつつ、アイテムを手に入れつつみたいな形ですね。短縮します。どういう感じになるのか、まあ本来は時間ですね。さっき3時間何分ってなってたんで、すっげえ時間かかるやつだったんだけど、勇者の組み合わせによっては結構19分とかで帰ってきたりするので、まあその辺の組み合わせはいろいろ試してみた方がいいかなと思います。で、帰ってくるとどうなるかっていうと、これ、はい、あ、今回モンスターやったね。見たことないモンスターだ。赤ブンブー。モンスターもかなりの数いるので、このゲームが出たのが先週の金曜日、2月の十何日とかかなになるんですけども、その2日後ぐらいに落として、もう1週間ぐらいやってるんですけど、まだこんだけしか集まってない。まだ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 いるのよ。とんでもないのよこれその割にこのボックスの容量がなんと100、最初120とかぐらいしかないんですよ。で、僕ちょっと増やして150に今したんでそれでも全然足りないのよ。まあ、ただね、その普通のねスマホゲームによくありがちな、あの宝石っていうものの、代わりになってる、この上に金の、この金の魔王石っていうのがあるんですけども、これが結構ね普通にやってても溜まってくるので、それを使って、まあ、ボックスをあのパワーアップさせたりもできるんで、うん、実はそんなに困らないのかなと。あ、で、勇者の話ね。勇者採掘に向かわせることができるんですが、その採掘の勇者の組み合わせっていうのがありまして、特定の組み合わせにするとこのモンスター、特定のモンスターが必ず出てくるっていう、このレシピ図鑑っていうのもありました、などなどね、いろんな要素が結構ねよくできてるんだわ魔王様とかね結構ふざけた感じなんだけども、ゲームシステムがねこれすごいしっかりできてるの、このゲームだからね、すっげー面白い、すっげー面白いから、ぜひね皆さんもやっていただきたいなと思います。で、もちろんイベントとかね、曜日別のダンジョンとかっていうのもあるので、まあ、スマホゲームの王道もちゃんと周到してるという、素晴らしい。はい、ということでいかがでございましょうか。勇者のくせに小生意気だダッシュ、まあ、基本無料でできますので、ぜひぜひね皆さん落としてね一回やってみてはいかがでしょうか。ということで最後はガチャを回していきたいと思います。今金の魔王石110個ありまして、ガチャ行きますと、今ピックアップガチャっていうのをやってるので、これやっていきたいと思います。で、50個で、10連ができるので20連やりたいと思います。いきますよ。イベント特攻ピックアップガチャ10連1回目、ゴー。レア度の高いモンスターが出てほしいだけど、お、来た、何が来る。あ、金っていうか虹か、これ。おっと、虹は出たことないぞ、すごいぞ。
紫は普通なんで、まあ、そんなにすごいのは出てこないはず、はい、ビッグエレメント星3、星が5まであるのかな、うん、で3とかまあ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 普通ぐらいの強さですね、ワームドラゴン、あこれも初めてだね。さあ星3ターキオン、どんどんいくよ。星3ワームドラゴンよっ、あー星3サオガジガジ、あー同じのですね。次星さん臭い粘菌ね、こういうのは入れてくるんですよ、こういうの入れてくる臭い粘菌。じゃ次にじり花、はい次星さんボサボサレディほらネーミングひどいよね適当すぎるだろ。朝来た虹いきますよ、星4か5お願い。おお来た来たよ、星5子供オオトカゲ超絶レア、やったぜ。子供オオトカゲ、コモドオオトカゲではないんですね、子供オオトカゲ、攻撃力137か、ジタバタテイル、アクティブスキルジタバタテイルということで、勇者を足止めするショー、スキル的にはそうでもないかな。でも攻撃力が多分めちゃくちゃ強い。今使ってるのがこいつで、レベルが8なんですよね。レベルが8で攻撃力が191だから、いやでもそれぐらいになるのかな。星5だけどそんなに強くないかもしれないかな。まあ、ちょっと使ってみてどうかってとこですかね。さあ、ということで2回目、10連ガチャ、いきます。今回もイベント特攻ピックアップガチャ、こっち行ってみよう。レッツゴー、いきます、来い、途中でも来い、金来い、来ない来ない、あ、来てるね、9個目で金が出たね、あー10個目も金か、虹は出ませんでしたね。じゃあサクサクっといきましょう。はい、星3、何これ、眠りトカゲパルチザン次ピザトカゲ、あーこれデブイ系のトカゲシリーズなんですよ。次首なし骸骨、次吸血フライ、はい次キラーガジラ、はい次パクリンフラワーほら来た来たよ、これパ、あのパ、パクリじゃない、パクリじゃない、パクリじゃない、パクリンフラワーだけどパクリじゃない、パロディね、パロディ、パックンフラワー、あー言っちゃったよパックンフラワーじゃないからね、うん、ということで、あーやっぱ紫は星3しか出ないね。次ゴー、あーメタボ男、ほらさっきのピザを、ピザ、ピザトカゲの1個前なんです、これメタボ男。さあ次、はい、フクレトカゲ、でけえなおいちょっと今回メタボケきましたね。じゃあ最後、最後じゃない残り2つ金来てますから、いくよ、レッツゴー、画面をタッチ、お星4、大きめサソリ、大きめ、大きめなんでしょうね、はい次金、最後の金来い、お化けミミズ星4、あーでも金はだから星4なのかな、お化けミミズ、はいということでございまして、星5は1個だけでも1個出て十分かな、20連で星5と星4が2つか、まあ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 いいんじゃないでしょうか。はいということでございました。はい、今回はこちら、勇者のくせに粉ばいきだダッシュのご紹介でございました。本当にね、本当にこの世界観大好きなんで、皆さんにも味わっていただきたいと思います。それでは皆さん、じゃあの。